カーニュービルスロインからドブラスへ。ここでトップの位置からスリーポイント、最初の得点はアイラ・ブラウン。ナミンダトからアレン・ダーラムへ。さあブラウンとの肉弾戦、囲まれてダブルチームでしたがパスを外で回していく、そしてスリーポイント、いいですね、決めてきた琉球。非常にこう難しいではあるんですけどもね、そう簡単ではないシュートをしっかりと決め切りましたよね。あ、素晴らしいですね。そして今度はやり返します、エヴァンス。エヴァンスはアイラ・ブラウンとのこの対決、岸本にパスを出した、そして今度はスリーポイント、タイムアウトを取ります。今のプレー見ていきましょう。エヴァンスがここで2人引きつけて岸本、ね、大阪の選手をねブロック、ボールを運ぶのは今変わったばかりの中村。ボールを奪って相手のミスからダンクで叩き込んできたダーラム。コーフィリピン、ここはここコーフィリピンダンクできた。フィリピン会場を沸かせます。さあ第2クォーター、これオフィシャルタイムアウトになっておりますが、このプレー見ていきましょう。コーフリッピン、いや、ここの踏み切りですよね、遠いところ非常にスピードがある。クーリーへのパス、クーリーとアイラブン、つけてのシュート、いいですね、この選手どこからでもこう狙って手を出していくフリッピン。さあ大阪いい形でパスがつながりました。各選手が動きます。あー、うまいですね、うまく引きつけてパスを通した。そうですね、アイラとダーラムの争い、うまく引きつけて外から打ってきた、スリーポイント決まって、さらにエンドワン、大きなプレー見せましたドンリー。ここアイラ選手がねしっかりと自己犠牲を払って、ニュービル選手の大野寺のスーパープレーがありました。点差をまたしても少し強いです。ここです、ここ琉球の強さ、そしてまた会場を沸かせるビッグプレーといったところがですね、今のこの流れを掴んでいる要因になるんじゃないかなと思いますね。これも波田選手はね自分でレイアップいける必須条件になってくるんじゃないかなと思いますね。木下のスリーポイント、ボールは奪ってコーフィリピン、余裕を持って本日2本目、そういったところにつながるんじゃないかなというのは僕は見てますけどもね。この今のプレーがフリッピン選手のジャンパー決めましたよね、素晴らしい状況判断でしたね。ここは琉球、もうフリッピンにパスを通してね。さあここでやはりここから一つ流れを作るにはニュービーの存在欠かせません。ああいいですね、ここはいい形で得点つなげてきました大阪です。その変わった小寺、エヴァンスへ、エヴァンス日本人選手に囲まれながらのエンドワン。ここ2人いたんですが、ここで引きつけてのクーリーへのパス、クーリーとドブラス、今度はクーリーが仕掛ける側、得点決めます。そしてここでニュービルを入れてきた大阪です。ニュービル選手に行きたいですね、はい、今日はわずか1桁得点に抑えられているニュービル、この強さ、ジャック・クーリー。エヴァンス、エヴァンスこのシュートが入ります。強いですよね、ここもまたね右なんですけどね、この右のこのステップですよね。もうフィリピンのこの素早いパス、マキ、大阪もボールくらいついていくか、アレン・ダーラム。いやー豪快なダンクですよね、この素早いドリブル、三つ原にパスを通した、あーナイスパス、ディフェンスは寄ったところ外から決めてくる。さあここ小寺ディフェンスついている、そしてすでに前に走っているぞコーフリッピン、
最後どういう形で締めくくるのか。先ほどスリーポイントのあったリオのシュートが落ちて、あとはボールをキープし、今ブザーが鳴りました。